ブスタフ・ハスフォードを1979年に発表、ベトナム戦争に関する最良のフィクションと評された。これを、スタンリー・キューブリックが1986年に映画化し、ハスフォードはマイケルハーと共に脚本に参加。1987年アカデミー賞では、脚色賞の候補に選ばれるが受賞には至らなかった。1970年代には、 SF サッカーアーサーバイロン・コーバー、デイビッド・ジェイ・スカルなどと交流し、デーモン・ナイトのアンソロジー、オービットや雑誌、スペースタイムなどの発行に参加、ハーラン・エリスンと同居したりもした。また影響を受けた作家には、ジョン・ファウルズを挙げている。その後オーストラリアに移住し、フルメタルジャケットの続編、ザ・ファントム・ブルーパーを執筆。1988年に、 アメリカとイギリスの図書館から760冊の本を盗み、カリフォルニア州、サンルイス・オビスポで逮捕される。ハスフォードは、南北戦争に関する未完公書の研究のために、借りたと主張し、6ヶ月の判決を受けて3ヶ月間懲役に服し、自作、ザ・ファントム・ブルーパーの印税で賠償することとした。ザ・ファントム・ブルーパーは1990年に発表。 1992年には、ロサンゼルスを舞台にした、推理小説、エイジプシー・グッド・タイムを発表したが、ほとんど注目されなかった。糖尿病に苦しみ、ギリシャのアイギナ島に移り、1993年に、心不全で死去。角川書店、フルメタルジャケット1986年。ありがとうございます。